本州四国連絡協交団は、かつて存在した、特殊法人。本州四国連絡協交団法により、本州と市国の連絡橋に係る有料の道路及び、鉄道の建設及び管理などを目的として1970年7月1日、設立され、日本道路交団及び、日本鉄道建設交団の本市連絡に係る業務を引き継いだ。本州市国連絡道路を建設。 管理していた。略称は、本市公団。2005年9月30日に、日本道路公団等、民営化関係法施行法により解散。業務は、日本高速道路保有、債務返済機構並びに、本州四国連絡高速道路に引き継がれた。国土交通大臣から指示された基本計画に従って、次の業務を行った。基本計画とは、 具体的には、以下の事項を言う。路線名及び管理の、区間車線数設計速度連結位置及び、連結予定施設新設に関する工事に要する、費用の概算額その他必要な基本的事項路線名起点及び終点並びに主たる、経過地断線、複線等の別及び、線路の規格電化する路線にあっては、その旨工事に要する費用の概算額その他必要な、 基本的事項講談は、これらを踏まえて策定した工事実施計画や道路に、かかる料金及び、料金の徴収期間につき、改めて国土交通大臣の認可を受け、建設、管理した。なお、本州四国連絡道路については、道路整備特別措置法により、いわゆる、維持管理有料制度が認められていた。本州四国連絡協の事業そのものの歩みは、同項目参照。 公団は事業年度ごとに国土交通大臣から事業計画等の認可、財務諸表の承認を受けた。一方、資金の借り入れのほか、日本の高速道路にはない沿道の地方公共団体による負担金を受け取り、本州四国連絡共済券の発行を行い、日本国政府の債務保障が認められた。さらには道路の建設費につき、 日本国政府による当分の間の無理しかし付けもなされた。しかしながら、本州四国連絡協は、日本道路公団の全国料金プール制に、組み込まれず、三ルートプール制を採用し、開通から30年の債務償還計画で、返済する計画を策定したことから、超高額の高速料金になってしまい、通行量が当初予測より半分にも満たない状態になり、 管理費取り死の一部だけを支払ったことから、当初の負債に利子がついてしまって、利子がついた債務が複利で増加したことで、2003年度には、負債総額2兆2550億円をへのぼし、本市公団の危機的な財務書標が、あらわになった。2003年5月12日、上記の特別措置法により、政令で定める公団の債務の一部を、一般会計において承継するという大なたが、 振るわれた。これにより国庫は1兆3400億円を負担し、残りを日本高速道路保有、債務返済機構が返済する債務の組み替えを実施し、平成15年度末の資産合計は3.9兆円、負債合計は2.9兆円になっている。ありがとうございます。